ここならいいでしょう。さあ話してください。ごめんなさい、同じ気持ちだったのに、ずっと自分から伝える勇気が出なくて。僕はこういったことには不慣れです。だからあなたを満足させられるかは分かりません。ですがあなたを幸せにしたいと思うだけで僕の心も満たされる。末永くよろしくお願いします。